とさ、キスマイフットのキスマイフット、わかんねえわはい、今日ですね、18マジェスタ、整備していこうかなって思います。まあ整備というか、まあカスタムエアサスコントローラーついてるんですけど、で、まあ僕いつもレベル9で乗ってるんですよね。で、それでやっぱね、乗り心地が悪いんですよ。どっちかって言えば乗り心地が悪い。で、まあ乗り心地良くしたいなって思ってたんですよね、ずっと。で、まあうちのママも、まあ乗り心地のことあんま言わないですけど、多分乗り心地悪いって思ってるんで、もうちょっとこう乗る人のこと考えて、乗り心地良くしたいなとは思ってるんですけど、まずちょっとこれ632っていう、ちょっとね待ってよ。はい、632っていうホイールをつけてるんですよね。で、20インチです。で、僕が20インチをつけてる理由がですね、ここのフェンダーとこのタイヤの隙間を埋めるためにホイールを大きくして、ここの隙間を埋めるために20インチにしたんですよね。で、それが理由だったんですけど、はいってことで、それが理由だったんですけど、エアサスコントローラー以外でなんか下げれる商品があるっていうのを僕20インチにした後に知ったんですよね。でその商品がこれです。こういう丸いやつ、これとこういうボルトとワッシャーのやつですね。こういうやつと、こういうやつですね。これがロールセンターアダプターって言います。まあ SS キットって言ったりするんですけど、この SS キット、ロールセンターアダプターっていうのを僕は知らなかったんですよ、存在をね。で、ちょっとまあ知り合いによく詳しく聞いてみたら、こういうものがあるんだよと。つけるだけで車高も下がるし乗り心地も良くなると言われたんですよね。運転席側に2個つけて、助手席側に2個つける。で、後ろも左右でつけれるんですけど、まあ僕はやっぱ気になるのはここのフェンダーの隙間の部分。これでも実際ね、まあいいんですけど、もうちょい下げたいなって思ってて、2センチを買いましたね。この幅が2センチです。で、これをこう2個つけて下からボルト入れて回すだけで、2センチ下がるんですよ。で、それを僕知らなかったんですよね。なのでこれ買いました。で、助手席と運転席で、2個ずつあるんで、今日はフロントをね、取り付けしていこうかなって思います。で、まあリアの方はまあ別に気にしてないんで、まああんな感じですけど、まあ僕結構好きな高さなんで別に気にしてないんですけど、ここの高さもそうですけど、ここの隙間もそうですけど、やっぱり一番は乗り心地を良くする。多分後ろつけたらもっと乗り心地良くなるかなって思うんですけど、とりあえず今日は前だけ。乗り心地を良くするためにつけるって感じですね。やっていきましょう。普段やらないからね。あ、速攻で外れた。チャッキアップします。危ねえ。
ケー、はい、下げましたね。こういう風になってて、ボルトがこことここについてます。もうちょっとカメラのあれで分かんないんですけど、ここのボルトのピッチが、17かな、あ、17じゃないんだ、19っすね、19だから、こうか、 OK、 なった。長い、ロングだね。はい、外したのが19です。19ミリね。はい、ジャッキで買ってあげちゃいます。こんな感じになってますね。こことここ2つあります。この上にこれをこう乗っけます。こうこんな感じね。で、あとはここ、こっちがオスで、こっちがメスになってるんですよ。こっちがメスになってるんで、あとははめ込むだけ。うまくはめ込まないといけないです。おお、うまくはめ込まないといけない。じゃないとこういう風に転がっちゃうんで。どこ行った？これ普通に頭突っ込んではめた方がやりやすいかも。このボルトをはめます。で、これがね、このボルトが22ミリなんですよ。なので19とか17とかじゃないから、22のメガネレンチを準備してください。で、これで22のね、トルクレンチがだったんで、これで締めます。で、 あと1個も入れちゃいます。こっちはすんなり回るわ。ただね、あの、やるんだったらやっぱね、工具揃ってないと。僕たまたま持ってるからできるんですけど、工具持ってない人はね、きついかもしれないですね。うん、工具を持ってるからできるわけで。ついてないですね。はい、OK。トルクレンチはいくつだっけ？
トルクは120で締めます。はい、はい、はい、運転席側、終わりましたんで助手席側やっちゃいます。喋らないでやってますけど10分ぐらいですね。10分ぐらいしか経ってないです。あの助手席側、上げてやってください。僕は忘れててレベル9の状態でやっちゃったんで今挟まっちゃいました。はい、はい、終わりました。ありがとうございます。だいぶこれぐらい下がりましたね。2センチぐらい、もうあのロールセンターアダプターの分だけ下がりました。でね、すごいね、分かりづらいと思うんですけど、普段ね、乗ってる部分からするとね、車高こんぐらいあったんですよね。ここの部分が、このモールの部分がこれぐらいだったんですけど、ほんとこの分下がったって感じですね。うん、もうほんのちょっとなんですけど、ほんのちょっとだけ下がっただけなんですけど、2センチだけでこの隙間がだいぶなくなりましたんで、すごい満足してます。で、まあ作業自体もすごく簡単でしたし、先ほど言ったんですけど工具がやっぱ揃ってないとできないのかなという。で、まあ、そこで、まあ、工具買うのもったいないから、お店に頼めばいいやとか、でもまあ全然 OK だと思うんですけど、ただまあ、経験値にはなると思います。うん、こういう車乗ってるとね、やっぱりパンクしたりとか、スペアに交換したりとかっていうことあると思うんで、まあ最初だけなんでね、工具揃えるのはね。でできるようになってしまえばもう自分でできちゃうんで、これからのね、その車にかけるお金がもったいないなって思う人はね、もう覚えちゃえばこれぐらいだったらねできるレベルだと思うんで、参考にしてみてください。いい感じに下がりましたよ。ありがとうございます。調子乗んなよ。 Infinite Power